あるよ。じゃあ、スパイダーからの、こういうスザーズ、スザーズスイープ。で、いろんな考え方があるんだが、まず足は踏んどこう。踏んで、よっ、ちょっと俺は、まあ、股関節硬いんで、振り上げて、で、左足踏み、いや、あんま崩れない。そっから、この左足を振り上げるときはこう、体をくるって入れ替えんといかんけど、その自分の体重は相手に、左肘で支えてもらう。こう足を重くして向きを変えると。で、ちょっと横向いてもらって、ね、できるだけ左、この膝付け等の技は相手を左に返すんならこう左膝の外側が床につくことがすごく望ましい。このなんだクロスガードからのシザースもスパイダーのシザースもというのは、そうするとちゃんと相手を横になぎ倒すことができる。で、この、まあ、実際はそうなる、試合ではそうなることも多いけど、この膝が床から浮いてれば浮いてるほど相手が斜めに行って、でそのままもっと体重で戻ってくる可能性が高い。要は俺の体が、へそが天井向いてると、あと俺も帰れないし、下向けないし、やっぱ下向くにはこうやっぱへそが真横からどんどん下向かんと俺は上になれないから、最終的に。でそういうことを、だからこっからちゃんとこう左膝が床につくぐらい、いいしとくと。あと、その右足を重くしてエビすると、やっぱ重いからさ、あ、こっち返しに来るのかなと思ってちょっと右足を重くしたりしたら、これ、これ失敗した、したらそれがいい、フェイントになることもある。で、あとその体を今右、頭右にあるんだけど、へそが右向いてるけど、これを左に向き直すときに体をこう丸めすぎると、貸してこれちょっとなんか返しづらいね。なんでかっていうと、彼の、彼の向いてる方向を12時だとして、こっちを1時、こっちを11時だとすると、このシザーズ系統は相手をこっちに返すから俺も自分の体もこっちにいた方がいいでしょうみたいに思いがちなんですけど、これ意外と変えらんね。俺の体が、頭が11時方向向いてると、1時か、1時方向向いてるとあんまり変えらん。 こっちから見たら1時ね。で、11時方向にいると非常によく変える。これは何でかっていうと、まあ、当たり前の話で、こう俺こっちいた方が引き手引けるね。蹴った足もすごい効くね。だけど、これが1時方向にいればあんまり引けないし、蹴ってもなんか向こうにかかるね、力が。だから、何が言いたいかというと、頭右にあって左に戻すとき、体をずっと丸め続けると、なんか頭が一時方向向いてうまくいきません。だから、どうしてるのか、よくわかんないけど、重くして、ちょっと体丸めながら回る方向を変えるけど、ちょっとさ、最後の最後でちょっと反らしてんのかな。そしたらこう、うまく変える。だからちょっと今品切れになってますけど、寝技の学校の青い引き込み編の本にこう体を反らす動きとかも入れてますけど、それを使ってほしいんだね。そしたらよく変えるかも。はい、ありがとうございました。